1919年の童顔の広告、トーマス・アロイシャス・ドーガンは、アメリカの漫画家。タット・ドーガンという名前でも知られ、自らの絵には、タットとサインをしていた。漫画パネルインドはスポーツや多くの単語や表現を生み出したことで有名。1877年4月29日、サンフランシスコの生まれ。11人兄弟であり、父は、トーマス・ジェドーガン。 母は、アンナ・ドーガンである。弟のジョン・エル・アイク・ドーガンは、マディソン・スクエア・ガーデンの広報担当であり、弟のリチャード・ W ・ブリュー・ディック・ドーガンもイラストレーター、漫画家である。高科高校の教師ロージー・マードックとマリア・ファン・ビックは、タットの芸術家としての才能を認識し奨励した。13歳の時、工場の機械の事故で、右手の中指からの3本を失った。治療として、 絵を描くことを始めた。一年後の14歳の時にサンフランシスコビリティンのアートスタッフとなった。1902年にサンフランシスコクロニクルでジョニー・ワイズンという自身初の続き漫画を制作した。1905年までニューヨーク・ジャーナルでスポーツ記者及び漫画家としてニューヨーク市で勤務していた。ジャック・デンプシーはタッドをボクシングで 最も権威のある人と称している。スポーツジャーナリストとしての仕事に加え、ダフィディルズというユーモアのある記事も書いていた。ジャッジ・ラミーを含む犬の漫画は、シルクハット・ハリーズ・ディボース・スーツという続き漫画に発展した。これは彼のメインの記事となっていた、インドア・スポーツという1コマのギャグシリーズと一緒に掲載された。アウトドア・スポーツと一緒の時もあった。 ジャッジ・ラミー一般的に以下に紹介する言葉や、表現を考案もしくは有名にしたとされている、ダンベル・フォー・クライング・アウト・ラウドキ・キャッツ・ミアオヤ、キャッツ・ピジャマ・アップル・ソス・チーターズ・スキマー、ハード・ボイルド・ドラッグ・ストア・カーボーイ・ニッケル、ナーサー・アズ・ビジアズ、A1、アーム・ド・ペイパー・ハンガー。また、イエス・ウィー・ハブ・ノー・バナナズは有名な歌になっている。ニューヨーク・タイムズでの不法記事では、 新たなスラングを普及させた人物として、ジョージアデア、リングラードナーと共にくくられた。タッドの不法記事は、また彼を、トゥエンティー、スキール、ソリト・アイボリー、ダム・ドーラ、フィナーレ・ホッパー、帽子に対する、ベニヤクツに対する、ドックズの創始者としていた。辞書会社ファイクアグネル S の WJ ファンクは、道願を、 アメリカのスラングの最も想像力豊かな作り手10人のリストのトップに据えている。ソーセージに関する制服、ホットドッグを造語したと誤って思われていた参照。妻のイザル・エムと共に7万5000ドルのニューヨーク州グレートネックにある家で生活した。子供はいなかったが、二人の中国人の子供を成人まで育てた。健康状態が悪かったため1920年代の はじめにスポーツイベントに出場するのから引退し、心臓病のために亡くなる8年前からは自宅にいたが、亡くなるまでファーストに対して、スポーツ漫画を作り続けた。肺炎により、悪くなった心臓病により、グレートネックで亡くなった。ファーストの新聞はその詩を表紙の見出しで発表し、少しの間彼の漫画の一部を再版した。結婚前は作家であったイザル・ドーガンは、 ナショナルドールトイコレクターズクラブの副社長であった。タッドの死後、人形の家具を製造するビジネスをはじめ成功した。ドーガンの最初の著作コレクションは1911年にカップルズレオンにより出版されたダフィディルズである。これに続きインドアスポーツコレクションがいくつか出版された。2007年に国際ボクシング伝道に入った。これは メディアジャーナリスト、出版人、作家、歴史家、写真家、画家などが選ばれるオブザーバー部門で選出されている。ありがとうございます。